過去の不祥事を乗り越え、新 CM が実現。平野紫耀がファストフード会社に選ばれたという情報はありましたか先日はサントリーの広告に出演した平野紫耀さんですが、今度は再び種類の広告に出演し、お笑いトリオ東京ゼロさんの角田昭弘さんとの掛け合いが話題になっています。平野のキャッチーなセリフと相まって、新たな才能の組み合わせがファンを魅了している。なんといっても、 平野にとっては、ジャニーズ旧事務所所属後初の CM 出演ということも話題となった。しかし、この広告にはさらに注目すべき点があります。来春、元キスの北山ひかる、神宮寺勇太、平谷さんによる音楽グループ、ナンバー、愛に、ファストフード会社の新規広告出演のオファーが来た。これは元ジャニーズメンバーが新たなプロジェクトに参加し、クリエイティブな才能を発揮していることを示している。新たな動きは止まらない。 滝沢秀明率いる東部の活動は、ますます本格化しており、元旦にはナンバー、愛がデジタルシンブルをリレースする。驚くべきは、MV が公開からわずか3日で1000万回再生を突破し、CD も発売されたことだ。3. すべてを組み合わせた新しい音楽プロジェクトはファンを魅了しました。一方で、ファストフード各社が元ジャニーズメンバーを積極的に起用するのは、過去の広告で成功しているからかもしれない。 ジャニーズ事務所と契約していた時代には、多くのタレントが出演した同社の CM は、クオリティと知名度から広く人気を集めた。しかし、熱愛スキャンダルのさなか、元ジャニーズメンバーを起用した CM は一時消滅した。以前はジャニーズ事務所との新規契約は難しいと見られ、各企業も新人タレントとの契約に注力していると言われていた。しかし、それでも元ジャニーズメンバーが CM に出演し続けるケースや、 直接契約に切り替えた企業もある。これを受けて、2023年11月には旧ジャニーズグループの芸能事務所スタートエンタテインメントが補足するなど、新たな動きが見られる。その一環として、ファストフード会社がナンバーアナバーインの CM オファーをするなど、新たな才能とのコラボレーションも進んでいる。新 CM は、これまでジャニーズ事務所に所属していたタレントではなく、ナンバーアイが担当する。これは、 過去のスキャンダル報道や審査の遅れが影響している可能性があります。このファストフード会社の広報担当者は具体的な理由についてはコメントを避けたが、新しい広告が斬新で成功することを期待している。エンターテインメント業界の舞台裏では、様々なドラマが起こっています。新しい才能やグループが台頭し、元パフォーマーは新たな可能性を模索しています。ファストフード広告に抜擢されたナンバー。 愛の活躍は、は今後ますますす注目されることは間違いない。な私たちは最終的にファストフード会社の広報部門と話をしましたが、具体的な詳細はまだ発表されていません。しかし、内定を得たことは確認されており、これは機密情報だ。新しい広告にはどのようなクリエイティブな要素が盛り込まれ、どれだけファンを魅了するのか期待が高まる。 このエキサイティングな新しいプロモーションはファンにとっても嬉しいものとなるでしょう。ぜひ楽しみにしていてください。